戦に先発する山口俊、左、巨人、山口俊投手、30、が9日、川崎市のジャイアンツ球場で先発する10日、DeNA 戦に向けて最終調整。古巣から移籍後初勝利を飾り、チームの連敗を止めると意気込んだ。写真、ミスター猛撃、昨季不祥事の巨人、山口俊に、今年は野球を、前か。とのヤクルト3連戦では菅野、田口、野上と表ローテでまさかの3連敗。連敗を止めたい、目の前のバッターをしっかり抑えて、長いイニングを投げたい。3試合計28失点の投開現象を止める投球を誓った。古巣との対戦に気持ちは高ぶる。昨年7月2日の初対戦ではロペス、筒香に本塁打を浴びて敗戦投手に。筒香は8日の広島戦で2打席連続本塁打と上り調子な。だけに、3から5番をいかに単打で抑えられるか。勢いづかせないようにしたい、と最新の注意で、最少失点に抑え、勝利への流れを呼び込む。